佐竹義孝は、江戸時代前期の大名。では国久保田藩の第二代藩主。かには、十四位下、自重、左この絵少将、佐竹氏、第二十代当主。慶長四年、佐竹義重の三男、岩木佐竹の長男として誕生。元那六年、佐竹の死去により、家督を相続し、医療である、信濃国中村一万国を継いだ。 この時は、岩木義隆と名乗っている。元奈8年、では百合軍内で一万国の数を受けた。元奈9年11月、中村の領地を就航、百合軍に返地を与えられた。それに伴い、百合軍亀田村に陣屋を移転した。官営元年12月29日、十五医師修理大部に除任した。官営3年4月2日、佐竹志総家の家督を継ぐ予定であった王子。 佐竹義よが廃着されたため、おじで、出はくぼた藩主、佐竹義信の養子となり佐竹義よと名乗る。同年4月27日、徳川秀忠、家光伏に、おまみした。同年8月29日、14にした、自重に昇進する。寛永4年9月16日、秀忠に招かれ鍋島勝重、かつしげ、京国高広、東道工事らと共に、江戸城西の丸にて、 口切りの茶会に参加した。官営7年11月、幕府からなかなか隠居を許可されない養父吉信は吉高に対して部屋積み料5万国を与えようとするものの、従来のままで構わないとして辞退する。官営10年2月26日、吉信の死去により家督を相続する。同年5月8日、藩主として初めて帰国の許可を得る。 漢文6年12月28日、左この絵少将に昇進する。漢文11年12月5日、久保田城にて死去。去年63。吉高時代 ABC、岩木家父、ハット ABCDEFGH、完成重集所家父、第2本資料第12編の34521ページ。資料総欄第12編の91657ページ。 資料総覧第12編の916-117ページ、岩木氏の家督はおじ、岩木信孝が継いでいる。資料総覧第12編の916-158ページ、資料総覧第12編の917-4ページ、資料総覧第12編の917-93ページ、奥愛沢記、ありがとうございます。